はい、ブルワン、レッツエンジョイジャーバカス。今日は7月6日月曜日ですね。お昼の1時ちょっと過ぎですね。撮影日誌、この YouTube ソロ版保護者会では過去にですね、ゴリ先生の教室で出した、教室だよりですね、教室だよりというのを月に1回発行してるんです。この月に1回発行してる教室だよりの中から、大事なことというか大切なこと、非常に重要と思えるようなことをですね、またこの動画 YouTube の動画で、ピックアップして深掘りしていきたいと思います。さあ、それでは今日も、ちょっと撮っていきたいと思いますね。今日のテーマは世界で注目、世界で注目、非認知的能力とは何ですかという説明ですね。今世界で非認知的能力が注目されてますという内容ですね。今回は2019年去年の、2月に発行した教室通信の内容をちょっとピックアップしていきたいと思います。さあ、忍耐力や社交性、自尊心など幅広い力を含み、学歴や仕事など将来の成功の支えとなるものとして、今世界的に注目されている非認知的能力、忍耐力、社交性、自尊心などということですね。特に幼児期から育成することが重要とも言われていますと。これですね、今回ゴリ先生も小さい頃からこの非認知能力学ばさせてもらってればなという、希望というか後悔がありましたので、ちょっとここピックアップ深掘りしていきたいと思います。まずですね、非認知能力なんで、じゃあ火がついてない認知能力は何か、認知能力とは、数がわかる、字が書けるなど IQ ですね、 IQ などで測れる、力を認知能力、いわゆる頭の良さというか、そうですね、勉強ができるという感じですかね。それに対して非認知能力とは、目標に向かって頑張る力、他の人とうまく関わる力、感情をコントロールする力など IQ なので測れない内面の力ですね、内面の力を非認知能力と呼んでいますという感じですかね。まあ、この IQ などで測れない内面の力というのが大切なところですね。認知能力には自己肯定感、自立心、自信などの自分に関する力、これゴリ先生持ってるんです。自分に関する力は抜群に持ってるんですね。自信、意味のないというか根拠のない自信めちゃくちゃありますからね。自立心、自己肯定感、この3つめちゃくちゃありますね。ただしゴリ先生の場合は協調性、共感力、思いやり、社交性、道徳性などと人と関わる力、自分に関する力と人と関わる力の2つがありますよと。非認知能力にはこの2つがありますと言われてるんですね。ゴリ先生、この自分に関する力は20丸、30丸、50丸なんですけど、人と関わる力に関しては不足してるなというのはものすごく自分で感じますよね。これらの力は、社会情緒的スキルとも言われ、乳幼児期に身につけておく、そうなんですね、やっぱり小さい頃ですねに身につけておくと将来にわたって幸せな生活を送ることができると言われていますと。近年測ることができる能力、読み書きや計算といった知育教育などが重視されがちでしたが、最近になり非認知的能力が注目されるようになってきています。まだまだですね、やっぱりまだまだなんとなく知育教育が残ってるかな。中学受験を受ける子たちなんかを見てると、
やっぱりまだまだ学力学力とは言われながらも、最近は学力関係ないんだよ、最終学歴が高卒でも、他のその何も大学出なくてもというような話にもちらほら聞かれてくるようになったので、少しやっぱり流れ注目度は変わってきてるのかなという気がしないでもないですよね。N 校とかですか、 N 校、いろんなその面白い学校も出たりとかしてますからね。あの非常に、逆に今エフラン大学っていうのもむしろ人気だという話も出てきてます。やはりそういうところで考え方が違ってきてる流れっていうのはやっぱり来てるのかなという気はします。大切なのは目標の達成まで粘り強く頑張る力だとですね。目標の達成まで粘り強く頑張る力、まあそうですよね。自分でしっかりとした価値ある目標が設定できれば、あとはもう粘り強く頑張る力さえあれば、もうこれ大成功ですよね。大成功です。ちょっとまた回数を別にして、この正しい目標の設定の仕方というのもあるんですけどね。実はね、何でも目標設定すればいいかって言ったらそういうわけじゃなくて、正しい目標の設定の仕方というのがある。今流行りのイシューですかね、イシューと言われるような、ここら辺、その正しい目標設定の仕方というのもまたどっかのタイミングでこの動画で話していきたいとは思うんですけど、大事なことはうまくいかない時に諦めず、どうしてかな、こうやってみよう、これがダメならああやってみよう。これプログラミング学習でこの3つっていうのはもうめちゃくちゃ入ってくるんですよね。などあくまで目標の達成まで頑張る姿勢を身につけることですと。これ実はですね、非常にプログラミング学習で出てきます。例えばある全自動でゴミをここからここまで運びなさいという課題が出た時に、必ず一発でプログラム組んだところでうまく動いてくれないんですよね。でそこでどうして、何がダメなんだろう、じゃあ、ここのセンサーの数字を変えてみよう、こうやってみようですね。でトライアンドエラーですよね。で1回直したぐらいでプログラミングって成功しないんですよね。でこれがダメならまたああやってみよう、あれセンサーの数値は OK だと、じゃあここからここまでの距離の秒数をもっと早くしてみようとかですね、何度もトライアンドエラーを繰り返すと言われているこのプログラミング学習、これ抜群にいいんですよね。だから非認知能力でよく出てくるのはプログラミング学習、小学校から今年から入ってきますよね、まさにそのことです。一度式ではスモールステップ方式を用いて、子どもたちに最後まで頑張り抜く力や、やればできるという自信を育てる場所を作っていますと。いや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 、プログラミングじゃなくても一度式であればソロ版でもプログラミング学習と同じようなこの非認知能力が学べるんですよというのが書いてあるんですね。今回ごめんなさい、ザ宣伝ですねこれね。ザ宣伝です。非常に最近無料体験の申し込みが入ってくるようになったので、前回動画でもそうなんですけどね、今回もザ宣伝でいきましょう。何言ってんだよと、プログラミング学習なんてしなくていいんだと、ソロ版、昔からあるソロ版でもう一回見直そうよ、ソロ版で非認知的能力身につけられるんだからという内容ですね。はい、石戸式のポイント、スモールステップ方式、これで非認知能力を上げるとですね。石戸式ではそれぞれにあったハードルを、壁ですね、ハードルを用意し、諦めずに乗り越えていく力を育んでいますと。ハードルを用意して、どうしてダメなのかな、超えられないかな、こうやってみよう、もう一回壁を越えてみよう、これもう一度チャレンジせず2回でも3回でも壁に当たってみよう、この部分ですよね。諦めずに乗り越えていく力を育んでいますと。その一つが、何度間違えても繰り返すことで最後には全て丸がもらえる階段別指導テキスト、ホップパンプって感じですね。これです。これが要はそんなプログラミングなんてそんな今風なことじゃないと、昔からのソロ版学習でホップステップジャンプだと、非認知能力なんてできるんだと、どうしてかな、こうやってみよう、これがダメならああやってみよう、これがホップステップジャンプでいけるんです。
基本教材では一気に1ページ進めること、そうなんですね、1ページ進めることはなく5問ずつ進めていきます。少しずつできることを増やし、褒める回数を増やすこと、褒める回数を増やすことで程よい活気を作っていますと。これがまあその問題のちょっとちっちゃくて見えないかもわかんないですけどね、 5×3 なんで15問なんですけど、15問一気にやるんじゃなくて、大体先生方この5問ずつでここまでやってみよう、ここまでやってみよう、でしかも下に行くほどにレベルが実は上がってるんですね。すごいね、全部丸だったね。じゃあ次ちょっともう少し難しい問題10問までやってみようか。すごいね、さらにもう一段階も、こんな難しい問題できるのみたいな感じで程よい活気を作っていますと。一つ一つのハードルを自分の力で乗り越えていくことで一生消えることのないやればできる自信と確信をそろばんを通じて届けていますと。ここがポイントですね。さっき言ったみたいに非認知能力、今流行りの非認知能力、小学校から導入されているプログラミングじゃなくてもそろばんでいいんですと。スクラッチじゃないんだと、じゃないと、JavaScript でもないと、なんだと、こんな感じですね。それでやればできるという自信ですね。確かにゴリ先生このチャンネルでもよく言ってるみたいにプログラミングも教えてるんですね。プログラミングも教えてるんです。プログラミングやっぱりレベル高いんですよね。レベル高いというか結構難しい。今うちで、やってるカリキュラムに関しては非常にちょっと難しい内容なんですかね。誰でもできるというあれではないんですけど、このソロ版に関しては本当にスモールステップ、ここですよね、スモールステップ、本当にこの小さい小さいステップですね、ここですね、本当にこのステップが誰でもこれを味わわせてあげれるというのが非常にそろばんいいところだというふうにゴリ先生思っております。最近ですね、本当に無料体験の、またなぜかこのコロナ禍でですね、ちょっと若干増えてる勢いではあるんですけども、まあこのあたりなかなか保護者の方でここまで非認知能力だ、ソロ版は非認知能力をつけたいからソロ版をやらせるんだという思いがあるパパママちょっと少ないんじゃないかなと思うので、改めてこの動画を見てもらってですね、十分ソロ版、今流行りのプログラミング学習じゃなくてもソロ版でも、しっかりこれは植え付けられますよ。まあその証拠に実際ゴリ先生自分の教室でプログラミング学習もやらせてますので、そのゴリ先生が言うんでソロ版でも身につけられること間違いないと思っております。このチャンネルではですね、このような感じでソロ版学習に関する内容で、いろんなお子様たちの能力開発に役立ってますよという情報を流していきたいと思いますので、またこのチャンネル見に来てくれると嬉しいです。それではまた。